4つ目のテーマに行きたいと思いますけれども、はい、これはなかなか僕もどうなのかなっていうふうに思いましたけど、難しそうだなと思いましたけれども、はい、4つ目のテーマはこちらです。はい、胸キュンコピー日本一、これを皆さんからご推薦いただきたいと思います。はい、皆さんが選んだキャッチコピーをどうぞ。じゃんじゃん。はい、これはね、もう胸キュンというと市倉さんの方からプレゼンテーションお願いしたいなというふうに思います。はい、ちょっとこれもちょっと古いものなんですけど、資生堂さんの、アイシャドウというかな、アイメイクの揺れる眼差しという、こういうコピーで、揺れる眼差しという小倉圭さんが歌う歌にもなっていて、まあ、この CM がねまたすごく素敵で、まあ、あの資生堂さんにはその他にも、あの君の瞳は1万ボルトとかから、あのいっぱい、あのこう素敵な女性美を描いたコピーがいっぱいありますけど、まあその中で一つ、これが、かつて高校生、僕ら高校生ぐらいですかね、にの頃にとても私が、胸キュンになった CM のコピーだったので、今日はこれを選びました。はい、最近こういうふうになんかこう胸キュンにさせてくれるっていう傾向のって意外となくて、最近僕も資生堂さんの仕事をやって、分かったんですけど、この頃のってみんな男性目線かな、だからすごくロマンチックで、今なんか女性のね化粧品使う人の気持ちになってむしろコピーを出すみたいなことになる、なるほど、それ大きな変化ですね。はい、では続いて太田さん、よろしくお願いします。お願いします。今おっしゃったのとすごくこうするんですけれど、多分胸キュンのコピーってみんな何かロマンティックなもの選ばれるんじゃないかなというふうに私は思っていました。で、私がなんでこれを胸キュンだと思ったかっていうと、私はロマンティックなものよりはもっとその人間が本来持ってる弱いところを企業、大企業が気づいてくれたっていうことに対してありがとうというか、胸がキュンとしたのを覚えています。それまでやっぱ企業って、私は大企業に入れなかった人間なので余計にそうなんだけれど、なんか堂々としていて揺るぎないものだ。で、特に、まあ、勝ち組って言葉はその頃なかったんだけれど、まあ、勝ち組が集まってるという気持ちでいたので、その時に、まあ、TOTO という企業が、あの、いや、みんなが弱くていいと、それを基準に自分たちは商品を作ってるということを、この15段あの新聞の1ページだったんですけど、今でもこの原稿を見た日のことを覚えてるくらい、私はこれを見た時に感動しました。その企業の姿勢というか、はい、あり方というものが、まあ、弱者を見てるという言い方ですかね、うん、あのそれがすごく企業がそう言ったということが私はちょっと画期的だったんじゃない、1988年かな、なんか画期的だったような気がします。そういう胸キュンもあるんですね、佐々木さんお願いします。今のはあのすごい説得力があるんで、今のが一番いいなと正直思っちゃったんですけど、まあでも負けずに頑張ります。あの僕はやっぱり胸キュンというのはときめくというかドキドキというかね、そういう割と恋とかそういうようなことでやっぱりコピーがねもうちょっと世の中にあるといいなっていつも思ってるんですけど、これあの大昔なんで知らない人多いと思いますけど、パルコのですね、昨日は何時間生きてましたかっていうコピーですね、中畑さんの、コピーで、昔はパルコってやっぱりあの広告の中でも一番かっこいい広告をやっていて、あの最近でいうとナイキとかやっぱりアップルとかかっこいい企業ありますけど、やっぱり昔はパルコが発するメッセージがかっこよかったんですね、僕らの頃は。それでこれはハドソン川だったと思いますけど、あの今キキキリンさんの旦那さんやってる方があの泳いでんですね、スーツ姿で、でスーツ姿で泳いでるところに昨日は何時間生きてますか。これはあのコピーライターはやっぱり普通の人がちょっと書けないことを書いてくれるとコピーライターとして認められるんだなっていうことを僕は卵の頃覚えたんですね。やっぱりあの昨日は何時間寝ましたかってよく聞かれるんですけど、生きてましたかって聞かれると
1時間も生きてなかったんじゃないかと思う日とか、そういうふうに思うんでね、いろいろ教えられたし、かっこいいし、知的だし、で胸キュンでしたね。まあ、ラブとかそういうのとは違いますけど、なんかずんと今まで疲れたことない部分を疲れたっていう、そういう感じがしたコピーです。はい、これが80年代ですけども、あの頃ってそういうふうになんか投げかけてくるような言葉で、結構、コピーを書く人とそれを見る人との間でのなんかちょっと一つのですね、今と違った形でのコミュニケーションがありましたよね。なんかちょっと見かドキッとするようなことを本当に書く、パルコ大感謝祭とかじゃ全然ないわけですよね、うん、本当で、そういうのを僕も真似してね、結構そういうの書けばいいのかなと僕思ったりもしてます。僕コピーライターちゃいますけどね、思ってましたね。はい、谷山さんお願いします。はい、僕胸キュンというテーマに関しては、これ胸キュンってすごく個人的なテーマだから、あまりそれの日本一とか狙わなくていいかなと思って、もう胸キュンコピー私一ということで、ちょっとあまり知られてないと、すいません、これ市倉さんのコピーなんですよ、はい、市倉さんのコピーの中では知られてない方だと思うんですけど、丸井のギフトで言葉が下手だからっていう言葉が、僕すごいコピーがすごく好きで、まさに贈り物のことを言葉が下手だからって表現するのって、まあ平凡と普遍のギリギリのところ言ってるけども、僕とっても普遍的な素晴らしい言葉になってるなって思って、普通周りのギフトで言うと好きだからあげるがもう超有名ですけども、僕本当はね負けないと思うんですね、言葉が好きだからっていう。でしかもね、コピーライターがですよ、言葉が下手だからっていう、さっき言葉が好きだからって言っちゃった、言葉が下手だからっていうコピーでものを売ろうとしている、その構造にもおおすごいと思って、僕の胸キュンコピー私一は言葉が下手だから、歌ありましたよね、これ言葉が下手だからとかありましたよね、市倉さん。あります。知らないでしょ、これ結構名作ですよ。この前に中川さんの好きだからあげるがあっても、直球ね、もう投げようがなくて、なんかひねったコピーですけど、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。それでは最後に、福里さんご紹介をお願いします。はい、私胸キュンという心の動きがですね、自分の中にあまりなくてでしょうねでしょうねって本当に困惑して、この題材はやめろと5回ぐらい言ったんですけどこれはもう全く聞いてもらえなくて、まあ、セリフを入れたから、まあ、バーターと言いますかね、はい、そういう感じになっちゃいましてでそれで、苦しく思いながらも選んだのが、オリンピックがなければ平凡な夏でしたという、コピーで、本当に私友達もいないですし何にもやることがないんですね。で何も出来事もなく淡々と日々が過ぎていくという人生を送っていまして、でそんな自分にこのオリンピックがなければ平凡な夏でしたっていうのは、ちょっとだけあれ僕に言ってるのみたいなで CM もこれ平凡な本当におじさんがオリンピックをきっかけで、またなんかちょっとジョギングを始めましたとか、本当になんか定食屋で疲れた若者が、オリンピックをちょっと声援を送って、男女がちょっと顔を見合わせるとかですね、本当に大した出来事は起きないんですけど、オリンピックがあったことでちょっとだけなんか、良きことといいますか変化が起きたということで、すごくこう自分に関係がある感じがしまして、胸キュン、それをまあ胸キュンと名付けてみまして、でちなみにギリギリまで迷ったのが、フジテレビがいるようですね。これも本当に私テレビぐらいしか友達がいないので、これもですね、いろいろ辛いこと、娘とうまくいかないとか、友達が先に結婚しちゃった女性とかですね、いろいろな辛い思いをしている人のところにフジテレビがいるよっていうナレーションが入ってきてつまりテレビしか救いがないという、本当に救いがないんじゃないかっていう、でも冷静に考えると自分もそうだなというふうに、思いまして、この迷った末この、平凡な夏でしたの方にしてみたということで。ブレキュンコピー日本一、あなたが選ぶのはどれ。昨日は何時間行っていましたか。なぜそう思いましたか。これのキャッチコピーの、ポスターを見て、
生きているっていうのがとても一日一日感じていかなくていけないことで、やっぱそういう面では今生きているってことがすごい嬉しいです。社会の荒波になんか挑まれてる感があって、なんか毎日同じような日常がなんかもはや日常ではないというか、同じような時間を無駄な時間を置いているような、なんかのを改めて感じさせられたな。あなたの選ぶ胸キュンコピー日本一は次のうちどれでしょう？はい、これです。揺れる眼差し、はい、なぜこちらを選びましたか？やっぱり印象に残ってますね、言葉が短くてこう頭にも記憶してるっていう、うん、頭の中に残っててあれっていうのは言葉とあれがドッキングしてたなっていうのが一番の印象だから残ってる。これらの意見を参考にしつつ、視聴者の皆さんに胸キュンコピー、日本一投票していただきましょう。どうぞどうぞ。どうぞ。胸キュンコピーということで、ね、やっぱ胸キュンだからやっぱシステム的にもね、非常に曖昧なテーマだったりするんでしょうね。入れられないぞと、あ、もしかしてこの胸キュンはパスしようというような基本持ちなのかなという感じですけども、そうではなくですね、ここまで福里さんの思い出話とかね、福里さんにみんな共感をして、俺もってさっきね書いてありましたよ。佐々木さんどうですか、福里さんのそういう友達いない理論っていうのは本当なんですか？それネタにして、あれしてるけど、ね、日本一社交的な支援プランなんです。あれ社交的ですよね本当に。谷山さんが言葉が下手だからを選ぶのもね、日本一言葉がうまい、なるほど、喋りのプロですからね。みんなやっぱり自分に嘘をつきながら自分の判断。さあ、じゃあ挙手に、挙手、いや挙手じゃないか、あ、見えたらいいのに ね、はい、ね、さあ、お、来た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 、お、日本一は誰でしょうか？投票お願いいたします。それでは発表いたします。胸キュンコピー日本一は、言葉が下手だから、おー 31.4%。 みかんみかん、いや2個目です。なるほどね、市倉さんが作ったということがまたねバレてるところもちょっと票稼いだっていう感じもちょっとあるかもしれませんね。でもなんかこう思いはすごく伝わってくるというか、言葉が下手だからっていう思いっていうのはすごく伝わります。市倉さんどうですか？市倉さんね、嬉しいですね、代表作の一つに入れさせていただきます。ああ、もうこれ入れといた方がいいですよ。決定。名刺に書いた方がいいです。言葉が下手だから市倉です。ね、これはすごい名刺ができると思いますけれどもね。はい、面白い話はこれまでにして、はい、次に行きたいと思いますね、さあ次のテーマはこちらです。はい、時代を切ったコピー日本一ということでございますけれどもね、時代を切った、はい、どういうことですか？見てみましょうか、皆さんの。いや、だからどういうことですかって聞いて。その時代を反映、なんだこう象徴しているような、空気感を表すようなコピーと言っていいのでしょうか？かもしれません、はい、それでは皆さんの発表を見てみたいと思います。どうぞどうぞ。はい、あ、これは、友達のいない人から紹介していただきたいと思います。はい、私が選んだ時代を切ったコピー日本一は24時間戦えますかですね。
これは80年代末に、時藤三郎さんが、牛若丸なんとかたみたいな、役で、出てきまして、黄色と黒は勇気の印、24時間戦えますかという、歌で、一世を風靡しまして、私そのですから、その頃大学生ですね。でもうすぐ就職をしないといけないという状況の中で、日本が非常にこう元気で働かなければいけないらしいと非常に絶望的な気持ちになりまして、24時間戦わなければいけないんでしょうか私と、そういう思い でしかもその就職活動中もその頃話題になってたのは過労死とかですね、面接官に君なんか過労死とかしちゃうかもよ大丈夫とか言われて、仕事で死ねれば本望ですみたいな完全な嘘をついてしまいまして、株式会社電通という会社に入ったりもしたわけですけれども、そういうその、ね、それ新入社員も最初の仕事は何か分かるかとか言われて何ですかとか言ってタクシーを止めるんだよとかなんか言われてタクシーがまあ全く止まらなくてタクシーチケットとかをこうやりながらみたいなそういう時代を象徴する24時間戦えますかというこれを見ながらもとにかく自分の将来、就職後の世界に絶望していた日々というあの時代を代表するコピーなのかなということで福里さんの時代を代表してるわけですまあそういうことですけどねなるほど時代福里さんの時代を切ってるコピーということでございますねあの一番印象に残ってますね確かに今は別にタクシーがね捕まらないという状況じゃないんですけどもすごかったんですよあれはでもみんな働いてたんですかまああのですから戦うって言葉はこれ微妙なニュアンスがありますよね働きますかじゃない働くとは言い切ってないという、うん、今はもう今24時間働いてるのは確か新型とワンスカイいや、ただあの、ね、新型のその人は、昼間は打ち合わせ中に寝てますあー、はい、ACC の審査の時とかもよく寝てますよね、はい続いていきますはい、はい谷山さんご紹介お願いします、はい日本を休もうですあの僕時代を切ったコピーっていうのは要するにあの時代が変わると、意味がちょっと分かりにくくなるコピーでもあるなと思ってやっぱり、まあ、あの時代的に、まあ、実は一緒だと思うんですけどバブル最盛期で本当に日本がたまんないぐらい動いてた時期に JR 東海がちょっとそこを、一回ちょっとゆっくりとスローダウンしてあの休んではどうかっていうメッセージだったんですけども、はいうん、その時にはすごく響いたコピーだと思うんですよ、ただ、その後すぐに日本全体がずっと休んじゃうような20年間が続いちゃったんで、うん、今の時代で日本を休もうって言われても、うん、へって思うかもしれないけども、うん、やっぱその時にはやっぱりねハッとさせたコピーだと僕は思いまし た、ねはい、ただまあ正直言うとねこれをあれに関してはまあ普通に美味しい生活出そうかなって気持ちもちょっとありましたね。っていうのはやっぱり時代を切ったコピーってその出た時もそうなんですけどそれ以降例えば打ち合わせとかで結局これ何が言いたいのかなって言ったら要するにこれは美味しい生活みたいなことを言わなきゃいけないんだよとか何度も何度も打ち合わせで出てくるんですよ。やっぱりそういうコピーが本来的に時代を切ったコピーだとしたらまあ、これは出したんだけどちょっと美味しい生活だったかもという少し後悔があります。ああどうですか入れてもいいんでしょうかねみんな投票しにくくなったんですけど今の日本を休もうもその時には非常にきっと思います、はい、みかん2つですもんね唯一頭みかん1つ分抜けてます、それでは佐々木さんお願いします。僕はあの時代を切るっていうのはやっぱりコピーライターだったら必ずいつも時代を切りたいなって思うんですね。だけどそうじゃなくて商品の特徴を言ってくださいっていう仕事が多いのでなかなかあの時代を切ったコピーを出しても通らないんですけど、ただあの自分の中にはやっぱりあのいろんな企業よりいろんな商品よりその上に日本っていうね会社があってその日本が今みたいに弱ってると何やってもダメだなっていうのがちょっとあるんですね。だからできればこういう JR とか国鉄という JR の前の名前のところの古いコピーなんですけどやっぱりあのジャパンっていうようなことを広告の中に入れられるのがすごく僕は羨ましかった覚えがあります。でこれは僕も本当小さい子供の頃のキャンペーンですけどやっぱり当時あの海外旅行への憧れっていうのがあってみんなあのハワイへ行こうとかヨーロッパ行くなんて夢のまた夢みたいなことでお金を貯めて海外旅行っていう時代に浮っついてたんですね日本が。でちょっとバブルまではいかないんですけど
どんどんお金を使おうよっていう、こうなんか高度成長時代だったんですけど、まあそういう時にこうふっとですね、なんとなくあのディスカバージャパンっていうところで自分の国をちゃんと発見してますかっていう、そういうあの少しもう気持ちを戻すようなコピーでもあったし、これであのいろんな日本を紹介していくことで日本って意外と世界のどこよりもいいねっていうような、あの非常にあのそういう意味合いを持った広告だったので、シンプルですけどディスカバージャパンっていうのは、あのディスカバーって言葉、僕なんかハングリーとかやっぱ一言でね、あの世界の人にも言えるようなコピーがすごくかっこいいなと思う方なので、あの選びました。はい、はい、ありがとうございます。それでは太田さん。はい、プレゼン上手な、男性諸氏に囲まれて、まあ、ここは一つと思って選んだのがこれです。女は仕事で死んだりしない、それは福里さんがおっしゃったちょうど24時間戦えますかって時代と多分同じかなと、1992年だそうです。で、実は古今法ができた6年後のこれ広告なんですね。で、年がバレますが私の大学卒業して就職した12年後に古今法が施行されて施行されて、でその6年後にこれが出たっていうのはすごく意味があると思ってて、ちょうどこの頃私も覚えてますけど、女性もスーツ着て、あの、一般職で入った、総合職かで入った人はで、システム手帳がすごく流行ってて、女性もこんな分厚い手帳を持ってて、同じような研修を受け同じようなことをやっていたんですね。でその時に、なんで同じことするんだろうと、女性が生き物として全く違うのに、それが古今法じゃないはずなのにこんなことになっちゃってと思っていたら、これ多分中畑さんだと思うんですけど、男性がこの言葉を書いてくれた。で実はこれ女はじゃなくて人間はなんですよね。人間は仕事で死んだりしないでいいんだけれど、それをあえて、女の人は、男の人はその仕事で死んでも本望だとかって言ってるけど、女の人は洗濯物を取り込まなきゃいけないし、お弁当も作らなきゃいけないから、ちょっと死んでられないんですよっていうような、つまり軸をずらしたい意味での仕事で死んだりしないっていうことだと思う。多分仕事に対する取り組みは全く女性も男性も変わらないんだけど、多分ちょっと軸をずらして言ってくれたんだなということが、私はまあこの時よく覚えていますけれど、あのそういう意味で時代を切ったと言えるのかなというふうに思いました。今はどうなんですか、これは今の時代としては。今は誰も仕事で死んだりしと思ってるじゃないですかね。そうですね。でもあの頃はやっぱりそれはかっこよかったですからね、仕事でその死ぬのはね。92年です、20年前ということですね。はい、いや時代がねどんどん変わってるということだとは思うんですけれども、さあ最後に市倉さんお願いします。はい、私はこれも古いんですけど、まあ、1970年なのでね、猛烈からビューティフルへっていう、まあ非常に衝撃的な、ただビューティフルビューティフルって言って歩いて猛烈からビューティフルで、この後にこれ70年ですから、この後に、まあ、あの谷山君とか古里、あの福里、そういう時代が来るわけですけど、この70年の時代時点でやっぱり日本人はこのままでいいのか、こんな経済合理性だけでいいのか、こんなに行き急いでないとか働きすぎじゃない、もっと猛烈からビューティフルに行った方がいいんじゃないっていう、ですごく若者たちの共感を受けたんですね、これね。ただまあでも逆に言えば時代を切れなかったっていうか、そうにはならなかったんだろうと思いますけど、でもね今来てもなんかちょっとまあこれ割とキュンとくる、これも社会的にですけどキュンとするコピーなんじゃないかと思って、今でいうそのロハスとかスローライフっていうのが、まあ、多分この時にね、そうじゃなかったから今そういうことがまた、なんか求められてるっていうか、なってるんじゃないかっていう意味で、すごくその時代を一瞬映したっていうことでこれを選んでみました。いろいろな、例えば特集記事とかテレビ番組とかありますけども、あの時代こうだったねっていう時に、その時代を象徴してこれはよく使われますよ ね, そうですね、はい、ですからコピー、単なる広告コピーではなくて、確かにその時代を象徴するという使われ方をした広告コピー、まあ、皆さんが挙げられたのはそういうことが本当に言えるんじゃないかなと思いますけども、単なる、ね、広告でとどまってなくてですね、世の中的にみんなでそのワードをある種むしろ後になってから
共有するというものが多いのかもしれませんね。その時はちょっとピンときなくても。一言だけいいですか。いいですよ。またあのちょっと古いコピーばっかりになってしまったんですけれども、はい、あの僕もう一個あの選んだのは予想外というソフトバンクのコピーで、やっぱり2000年代っていうのを思い出すときに時代を切ったって、予想外なことが本当にこのあと次々と起こり続けて、あの誰も政治家も含め誰もコントロールできなくなってきてるっていう、まああの偶然っていうところもあると思うんですけど、うん、あの最近でいうとこの予想外っていうのは時代を切ってるのかなとは思います。予想外以降に予想外なことがいっぱい起こったっていうことですよね。どっちでしょうか福里さん。いえいえ、あのあ変えられるんですかこれ。いや変えれないです、はい、時代を切ったコピーがこちらにずらりと並んでいますけども、気になったコピーありますか。かっこいいです。猛烈からビューティフルへ。ヒーマスクなんだけど明らかに強い個性持ってる。なんか時代を感じさせるかな。なんか今のシーンがそういうの無理でしょ。なかなか時代を切ったコピー日本一、あなたが選ぶのはどれ。じゃあ順番にちょっといくぞ。じゃあまず、女は仕事で死んだりしない。なぜそう思われますか。時代を切ったコピー日本一どれ。これですね。24時間戦いますか。はい。まあ、この CM ご覧になって印象に残ったとかあります。あの CM の、 あの歌とかがすごい印象的だと思いましたね、はい、あなたの選ぶ時代を切ったコピー日本一は次のうちどれでしょう。はい、24時間戦いますか。こちらですね、はい、お、なぜ選ばれました。これはね、あのはっきり言って、日本をここまで経済成長させた原動力、これはね、24時間戦うぞと。私もね、もう20歳代はね、夜中の11時過ぎてもね、山奥の村へ来て、あの飛び込み訪問してですね、別荘地を売っておりましたけどね、もうそれがね、当たり前の時代がありましたね。ですから、この24時間戦うぐらい、つまり健全な営業マンはね、24時間自己管理、ね、きちんと体調を管理する、つまり体調管理も24時間戦ってる一部ですからね。ですから、この24時間戦えますかというのがね、一番やっぱりね、日本をこれからますます発展させる原動力になってますね。さあ、じゃあ、お茶の間の皆さん、ね、もうすごくお茶の間の皆さんがボタンをこう持って今待ってるところです。待ち構えてますね。それでは視聴者の皆さんに投票をお願いします。時代を切ったコピーですね。それでは発表いたします。時代を切ったコピー日本一は、むむむ、24時間戦えますかが来ましたね。はい、決定です。みかん、あ、初めての、どうぞ。あの食べないで置くとこ作りましたね。めちゃダメですよ、はい、ここにこうしてね、はい、ありがとうございます。いろいろなプレゼンテーション聞いてるとね、なんか あれな、すごくいい話やなとか思うんですけどね、お茶の間の皆さんは、うん、もうちょっとクールに見てる感じですね。そうですね、まあ、自分のこともちょっとこう反映させてるのかもしれませんよね。自分も反映してる、うん、思い出とかね。これ何人ぐらいの方が投票されてるんでしょうかね。今現段階で分かりますか。例えば10人やとするとね、3人入れたらもう 30% ですから。どのくらいなんだろう、ま、分からないという、実数は分からないということになりますけどね。4万7000人ってあそこになーって書いてあるのは違う。はい、ということでですね、うん、まあ、最初の第1部から、はい、
長いようでいて、長かった5時間でございますけれどもはい、はい、このいよいよ最後のテーマということになってまいります、ねね、この最後のテーマはもうこれまさにこのテーマのために集まったと言っても過言ではないんですけれども、はい、それでは最後のテーマは私もメガネを取って発表いたします。何こちらです。どんな気合それホルモンが他にないTCC50 年最高に好きなコピーを皆さんから挙げていただきます、それでは皆さん一斉にフリップをどうぞ。じゃん、おー出ましたね。はい、はい、これはですね、市倉さんの方からプレゼンテーションをお願いしたいと思います。はい、これ非常に難しい、一つにね絞り切るのが難しいので私は逃げました。どれも選びきれなかったので I love you というこれはサントリーのギフトのキャンペーンで、このコピーを見たときにあずるいと思いました。でもそれで成り立っちゃったんですけど、山下達郎さんが I love you I love you と繰り返しアカペラで歌う、もう歌も素敵でしたし映像も非常に素敵で、I love you I love you I love you サントリーのギフトってそれで終わってしまう。でもまあ権利関係とかありますから音楽かけられませんけど、皆さん探して聞いていただいて古い CM とか見ていただくと本当に今でも素敵な CM、I love you ということで逃げました。はい、逃げた逃げたんですね。はい、では太田さんよろしくお願いします。めぐみみかんゼロって出てますけどみんなめぐみにみかんを、ね、まあ、譲ったかしょうがないです、みんなね、はい、確かにこれみんなからでもゼロでも構わないです。これやっぱり好きだからどうしても譲れないっていう。ちょうどやっぱこのコピーが出た時は仕事結構たくさんあってバブルどころだったので、それで資料とかいろんな本読むことがやっぱりテキスト読むことがすごく多かったんですね、うん、で頭で考えちゃいけないっていうのはすごくよく分かっていて、じゃあ心で読むのだろうと私はなんとなくそう思った。心で読まなきゃなと思った時に糸井さんのこのコピーが出て違うと体で読むんだっていうことを教わったっていう。で実は心は体の一部だし、体は心の一部なんだっていうことをなんで今度これだいぶ昔ですよね今言われてますけど肉体言語とか言われてますけどやっぱこの頃にこういう言葉でやっぱりガツン と、私のところに来たっていうのは本当にこのコピーはなんか横の人が笑ってるんですかね。あれですね、一生このコピーを私の横に置いて、仕事を進めていこうと思うぐらい、大好きなコピーです。ありがとうございます、はい、妙に受けてた佐々木さん、ね、まず受けた理由を教えてください。すいません、書き込みが面白いのであそうですか、はいはい、じゃあすいません、プレゼンテーションの方お願いします、はいはい、僕は世の中バカが多くて疲れませんっていうコピーですね。これはコピーというかナレーションで、うん、桃井かおりさんのセリフでした。で、チョコラ BB ですね。でチョコラ BB でなんか桃井さんがテレビの画面に向かって世の中バカが多くて疲れません失礼しますみたいにいなくなる CM だったと思います。でそれは実はこれやっぱりバカっていう表現がねやっぱり CM 上というか割といけないっていうふうになりまして、確か放送中止になったはずです。ちょっと流れてでその後世の中お利口が多くて疲れませんっていうコピーに中畑さんですね変えてオンエアしたようです。だからオンエアとしてはお利口が多くてっていうふうになって、それもしかもお利口が多くてっていうと急にパワーダウンするとダメなんですけど、これはこれでまた非常に皮肉が効いてて面白かった覚えがあります。だからどっちにしても同じ意味だけど、それがダメならこれっていうところがプロフェッショナルだなと思ったのと、やっぱり禁句が多すぎて広告どん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 つまんなくなってるんですね。それは番組も同じだと思いますけど、で普段は結構平気で喋ってることが広告だとほとんどダメっていうのが多くて、これはやっぱりその最後の象徴的出来事で、でも切り返したっていうところがすごいなっていう意味で挙げました、うん、大好きです。ありがとうございます。それでは谷山さん、
はい、すごい古いのを選んでしまいまして、会場の方にもきっと視聴者の方にもすごい文句言われるんだろうなとは思うんですが、土屋浩一さんの俺ゴリラ社長の代理ですね。なんでこれ選んだかっていうと、TCC50 年って考えた時に、TCC ってどんな団体なんだろうと思う時に、もちろん素晴らしい言葉を紡ぐ団体だって考えもあるし、もちろん、名コピーで人の心を打つっていう、はいはい、団体だって考えもあるけど、僕はもちろんそれもそうだけど、やっぱり物を売る知恵をやっぱり出す団体であってほしいって思うわけなんですよ。だからどうしても50年最高に好きと言われたら、僕はフレーズよりも物を売る知恵を選びたくって、これ古いですけど、僕は小学校 4,5 年生だと思いますけど、この50年間で一番欲しくなったぬいぐるみ、ゴリラのぬいぐるみの、単なるゴリラなんですよ、単なるゴリラのぬいぐるみなんだけど、恐ろしくこれ欲しくなったというその原体験で、やっぱ物売りの原点で、皆さんほとんど知らないと思いますけど、やっぱ歴史に残る名作 CM であり、名作広告だと思うので、そういう意味で選びました。決して重鎮が中畑さん、小野田さん、秋山さんなので、バランスをとって土屋浩一さんにしたとか、そういうやましい心は、ございません。言わなければよかったのに、すいません。古い話で申し訳ありません。いや、これは僕もね、もうカナさんご存知ないでしょう。いや、ごめんなさい。本当に可愛らしいビジュアルで、明治チョコレートかなんかですよね。で、ゴリラのぬいぐるみ写真撮ってあるだけなんですけど、テレビもあったんです、俺ゴリラ社長の代理、社長の代理ってのは僕よく分からなかったんですけどね、はい、でも、とにかく俺をもらってくれという話だったんですけども、はい、それでは最後の最後に福里さん。はい、私が選んだ、TCC50 年最高に好きなコピーは、人生と関係したいアップルコンピューターですという、ものです。で、これはアップルの、Mac というパソコンが、それまでは、パソコンというのがそもそもビジネスとか、そういう特別な人が使って いたものがだんだんその生活に入ってきて、まさにそのいろんな人の人生と関係していくっていう時期の、まさにそれのことを言ってるコピーで、CM は岸辺一徳さんとか、でお父さんが中村克夫さんで、奥さんが石田恵里さんで、そのちょっと独特のご家族が、いろんな人生のちょっとしたこととこのパソコンが絡んでいくという、そういう CM で描かれたんですけど、このなんか究極 この最高に好きなコピーっていうのを選ぼうとした時に、やっぱりなんか自分にとってちょっと究極というか最高みたいな、意味合いも込めたいなと思いまして、やっぱり全てのまず商品っていうのは人生と関係したいために存在するんだろうなとも思いましたし、で、CM プランナーとして CM を作っている人間としては、その CM がやっぱりその CM を見ている人の人生と、ちょっとでも関係したいなっていう思いなのかなと。しかもこのコピーの僕が好きなところは、普通人生と関係したいで、どう関係したいかっていう、どう良きことが起こるかとか、そこまで大体コピーっていうのは描くんですけど、関係したいっていうところで止まってるところが、なかなか、いい感じというか、僕もなんかこうCM でね、なんかそんな爆笑をさせたいとかなんかっていうよりは、ちょっとあなたにお茶の間にお邪魔してちょっと関係したいんですよっていうような、どっちかというとそういうタイプの CM プランナーなのでつまり謙虚っていうことですね。なのでこの謙虚な感じのコピーっていうの、人生と関係したいっていう感じがすごく自分にとっても、あとで CM を考えてると、こういうコピーをがあるとすごい便利だなと思うんですね。どんなストーリーにも必ずボスの CM とかで、ね、最後に人生と関係したいサントリーボスとか、何でもなんか当てはまって、こういうコピーがあるとすごい便利だなという思いもあり選んでみました。なるほど、はい、50年の中でナンバーワンということで、これは選ぶ方もえらい大変やと、ものすごくお察し申し上げますけれども、さあ、ここでですね、全部発表が終わったわけでございますけれども、重鎮先生にですね、大丈夫ですかこんなに、ご登場いただいてみたいと思いますね。今日はもう重鎮先生、
平服です。中間の今日はあのオフなんで、オフの時に無理やりこの豪雨の中をお連れしてますんでね、はい、すごくリラックスした感じで来ておられますけれども、うん、それでは皆さん、お三方おられるわ。お揃いになられてるわ。あ、はい、はい。それでは、ご紹介いたします。はい、TCC 会長中畑隆さん、はい、どうぞ。どうぞ。すみません、どうも。秋山翔さん、小野田隆夫さんのお三方です。どうぞ。失礼します。はい、そして、はい、秋山翔さん、秋山翔さん、そして、はい、小野田隆夫さんの重鎮お三方です。すみません、お待たせしまして。あ、そうですか。はい、はい、あ、松尾さん、はい、宣伝部長が、ありがとうございます。どうぞ。いや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 、あれ、なんかお酒入ってますか。あ、大丈夫ですか。お茶で、お茶、お茶です。ということでございますけれども、はい、まあ今ですね、この50年からですね、このように、私ここどうぞ、ちょっとね、かぶっちゃいますね、かぶっちゃいますね。だだだ、はい、はい、ね、あの出揃ったわけなんです。これがあの、うん、まあ、このバリバリ活躍する5人の、はい、まあ、本当の姿ということなんですけれども、はい、ちょっと会長に意見を伺ってみたいなと思いますけども、はい、中田さん、どう思われます、実際もんで、こん、あ、マイク、こんな5人が勝手に言ってるだけのことだから大したことじゃねえと思う、うん、そういうことですよ。バサッとそうなりますね。もう、うん、もう被らなかったですもんね、今回はみんなね。はい、秋山さん、何かこうどうでしょうかね、こういう選び方。あの、それぞれの僕みんな結構近いんだけど、やっぱり個人的でそこがいいなと思って。ああ、なるほど、うん、それぞれの味が、その人のいいところも悪いところも出てる。悪いところも出ちゃってますね。大きなこと言うのが好きな人とか、なんか理論的に言う人とか、なんか話し方がうまいなっていう、騙されないようにしないと。ね、はい、小野田さん、どうですか、ご感想は。いや、聞いてての感想ですか、今まで、これまでの皆さん、すごい説得力があるっていうか、プレゼンテーションっていうのを皆さんいつもやってらっしゃると思うんですが、うん、俺たちの頃プレゼンテーションってほとんどなくて、こんなもんでどうでしょうみたいな仕事ばっかりやってたもんですから、なるほど、こうやって言えばスポンサーは納得するのかなって改めて思いまして、尊敬しております。そんな、ありがとうございました。もう重鎮にそのように言われて、あの、うぬぼれたらダメですよ皆さん。プレゼンテーションしかうまくないって言われてる可能性もありますからね。そんなことないですよ。はい、松尾宣伝部長、あの、どれが選ばれると思いますか、ズバリ。あ、すみません、あ、僕の好みでしか言いようがない、好みで、お茶の間投票、どれが一番いくと思いますか。あ、僕、あの、一見ネガティブに感じるが実は前向きな要素が裏側にあるっていうものが個人的に好きなんで、うん、はい、そうすると世の中バカが多くて疲れませんっていうのが一番、何でしょうか、こう、あの、愛情っていう感じが実はね、うんうん、なるほど、うん、するんですけど、まあ、ごめんなさい、もう、いやいや、ど素人で、これからコピーライター教室に通おうと思ってます。あ、もう本当にこの先生方がね、はい、教えてくださると思いますけれども、何を言ってるんですか。カラーさんはどれが来ると思います、はい、あ、今ちょっと重なっちゃうんですけど、うん、あの、バカが多くて。ああ、そうですか、うん、俺世代かな、あの、谷山さんというのはああ見えて東京大学なんですけども、大阪出身なんですよ。大阪出身の東京大学、僕は大阪出身の武蔵野美術大学、ちょっとつながるところがありましてね、僕ゴリラかなと。あれ、大阪でしか流れてなかったのかな。いや、そんなことです、全国ですよ。僕ゴリラかなと思いますけどね。天王寺動物園が、あ、あそこはね、そうですよね、はい、東京はもう上野動物園は象、での動物園はゴリラで、僕ら大阪にとってゴリラってすごいゴリラなんですよ。すごいゴリラ、ゴリラかなと思いますけどもね、はい、僕、男は黙って札幌ビールが好きなんですけども、すいません、どうも。喋りの人ほどそう思うんですよ、ね、あ、そうなんですか、黙っててね、はい、うん、男は黙って札幌ビールって喋りながら飲まれへんやんけみたいなね、ありますけどね。
どんな話かなと思いますけどね。TCC50 年最高に好きなコピー、あなたが選ぶのはどれ。まずじゃあこちらのお姉さんから。はい、はい、あのこれでいいんじゃなくてこれでいいです。なぜこちらを選ばれました。うん、最近これに20年前っておっしゃいましたか。そうですね、はい、まあ歴史は繰り返されてね、今すごくよく感じます。例えばどんな時。政治ですよね今の。普通の人もあるのかもしれないけど、政治家さんも本当に信用できないよね。オレゴリラ。オレゴリラ社長の代理。なぜこちらを選ばれたの。面白いな、キャッチコピーだな。実際に映像を見てもやっぱ面白いな。面白いな。懐かしいよね。やっぱりゴリラかな。こちらですか。アラブームいい、両方いいけど、やっぱりゴリラの方がなんとなく面白みがあるじゃん。ね。TCC50 年最高に好きなコピー、あなたが選ぶのはどれでしょう。なんかこれは俺ゴリラ社長の代理、はい、この CM 実際にご覧になってなんか面白いところってありました。やっぱゴリラのおもちゃが面白いです。インパクトありました。なるほど。じゃ TCC50 年最高に好きなコピー、あなたが選ぶのはどれでしょう。どうぞ。俺ゴリラ社長の代理です。おお、なぜこれを選ばれました。ゴリラがインパクトが、やっぱ俺ゴリラ社長の代理。あ、やっぱりインパクトありますよ。あら、サルサコスでよ。渋さでよ。どっちですか。げんこつでよめ。げんこつでよめ。渋さでよめ。ちょっとね、この渋さっていうね、キーワードが衝撃的かもしれない。それにちょっと嬉しかった。ワクワクした。はい、さあ、それではこれらの意見をお茶の間の皆さん参考にしてですね、投票していただきたいと思いますね、はい、さあ運命の一瞬です。投票どうぞ。それでは発表いたします。 TCC50 年最高に好きなコピー日本一は、おお、世の中バカが多くて疲れませんが行きましたね。はーい、 50% 超えでございますね。おめでとうございますね。もうすごいね、92年。50% 超えというのはなかなかなかったんじゃないかと思いますけれども、はい、これは今見せたようですか、はいはい、こちらはですね、あの TCC の会員さんが選ばれた、はい、大好きなコピーベスト10です。ベスト10、先ほど会長もおっしゃいましたけど、人それぞれ全部違うぞという中でですね、うんうん、1位が愛とか勇気とか、うん、見えないものも載せている、うん、2位地図に残る仕事、うん、3位愛だろ愛、同率3位想像力と数百円ね。みんなあの選んだものがですね、やっぱりバラバラに違うわけですね。ここの皆さんと被っているのはございませんでございますね。プール冷えてますもんね。ね、あの他のコーナーではこう被ってましたけど、ね、それぐらい違うということなんですけども、どうでしょうか福里さん、この結果については。はい、まあ、全体を通してこういうイベントのあり方、はい、そして運営方法、総括ですね。どうでしょうか。そうですね、ですからこのまたメンバーを入れ替えて何度もやればいいんじゃないですか。あ、はい、そうですね、はい、あの次回からはきっと狙ってくるような人が増えそうですね。 あとちょっと多分この5人もちょっとひねりすぎてるところはあると思います。あ、素直な松尾君みたいな素直な人が一人入ると、なんかお互いに牽制しすぎて、はい、っていうところはあると思いますけど、ね、なるほど。谷山さん、どうでしたでしょうか、このイベント振り返ってみて。ですね、あのさっきから新しいコピーが全然出ないって、あのずっと文句を言われてるなと思いまして。ただ今回やっぱり TCC50 周年ってことを考えると、はい、やっぱその50年分ですから、なかなかその新しいコピーが
出ないというのはねちょっと申し訳ないですけども、ある意味では普通かもしれないなと思います。ただまあガラッとこのメンバー変えてもう一度やってみたら全然違う結果が出ていいんじゃないでしょうか。まあ、今動いてるコピーっていうものはちょっと今本当に生っぽいって言いますかね、ちょっと経ってからあれすごかったねっていうの分かるのもコピーの良さだと思うんですね。佐々木さんいかがでしょうか。やっぱり今のコピーを無理やり選ぶっていうよりは、50年間で今流しても今むしろこういうのをお手本にしたいなっていうのをね、皆さんに知ってもらうっていう機会でもあると思ったんで、で僕は今日は一番優秀とかそうじゃなくて一番好きなっていうことでこれを好きだなと思ってたので、一回にからバカって言ってみたいけど言えないんだよなっていうところをかつて言ったんだなっていうことで、やっぱりこれが一番どうしても好きだったんですよ。で今日一番50%超えたのがものすごく嬉しいです、ね、ありがとうございました。中畑さんに代わってしょうよ。今度の衆議院選挙ちょっと勝てますな佐々木さん、ね、小沢一郎さんでした。太田さんどうでしたでしょうか、はい、まさか勝ちに行く回だと思ってなかったんでちょっとびっくりしました。男の人ってみんなそうなんだなって目の前すぐゲームにしちゃうっていう嫌なタイプの人が多いなとだけど何が面白かったかっていうと、これを選ぶ過程がとても楽しかったです。今までの随分読んでいてもう本当に時が過ぎるのを忘れるぐらい、やっぱ人のコピーですけど全部とてもそれが楽しくて、その中でやっぱり一番好きなのって言われた時にやっぱりそれを一生懸命選ぶ過程がやっぱりすごい本当に楽しかった。ルールとしては自分のを選んじゃダメだったんですか。これは選んでもよかったんです。もう自分のだらけにする人がいてもよかったかもしれませんけどね、はい、市倉さんどうでしたでしょう。はい、本当はね客観的にベスト例えば10とか150とか選べば順位違うんですよね。今日は美味しい生活も出てこなかったし、男は黙って札幌 V も出てこなかったし、触ってごらんウールだらもうで名コピーの数々出てこなかったんですけど、まあそれをこう順番に並べるよりはまさにまあみんなが少しちょっとひねりすぎた面もあったかもしれませんが、でもそれだけなんだろう、選びようによってはたくさんいいコピー、今でも参考になるコピーがたくさんあったので、そんなところのプレゼンテーションになったのかなと思ってますけど、はい、ありがとうございました。おしまいにですね、会長の中畑さんの方から一言お言葉を頂戴してですね、はい、もうお願いいたします。会長ぜひともお願いいたします。何か一言お願いいたします。ありがとうございます。どうもだけど皆さんありがとうございます。もう雨降ってるしで一番心配したのはこれガラガラで繋ぎ切ったら壇上の方が勝つみたいな感じだとやばいなと思ったら、まあ来ていただいて立ち見もあるしネットの方もなんか4万オーバーしたとか、ちょっと想定外だったの。広告や想定外あると本当は良くないんだけど、これに関してはちょっと想定外で非常にこうハッピーな想定外 でもう本当にネットの人たちも4万人オーバーしてるっていうのはちょっと考えられないことで、ちょっと過小評価してたかなコピライターズクラブを。5万ですって。えらいこっちゃないの。皆さんに教えていただいて、だからねこれ当然生意気になるのもよくねえんで難しいところだけどちょっとね過小評価してただけど、本当付き合っていただいてありがとうございました。それだけです。ありがとう。はい、ありがとうございます。以上で、今日の長く、激論コピー日本一決定戦終了、そしてこの今回のコピーライター東京コピーライターズクラブ50周年記念の大イベントをですね、はい、終了したいと思います、うん、皆さん本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました。それではまた年末にお会いしましょう。年末またやりましょう。